ポップティーン TV。 今から体育に行ってくるぞい。ドッジボールっつうことで女子とか関係なく顔面狙っていきたいと思います。顔面はあったんですよ。ひどい。頑張りましょう。頑張りまーす。頑張りまーす。敵だよ。敵だ。でもユミめっちゃドッジボール上手いからね。ちっちゃいからでしょ。またがなんやでこなんでこ関係ないからよし、ねえランソン、みちょぱの顔面、せーの、いくぞ。はい、全体勝つぞー。よっしゃー。よっしゃー。いけいけ。手強い相手だったけど、まあ最終的に俺たちが地盤ってことで。いやいや、地盤。頑張りました。暑くて死んじゃう。それではですね、以上をもちましてポップティーン文化祭を、閉会させていただきます。最後にポップモデルからね、皆さんに本日の感想をいただきたいと思います。みんなとの距離が縮めたんじゃないかなと思います。本当に楽しかったです。ありがとうございます。今日はめっちゃ楽しかったです。また会いたいです。お疲れ様です。ポップティーンモデル最年少のザーレンです。最年長ですが。みんなと夏らしいことできて楽しかったです。ありがとうございました。イエーイ。いい思い出が作れました。ありがとうございました。はい、では皆さんお手を拝借。よーい。